すでに裁きの概要はなり、そしてそろそろ罰を実行される罰についてもアマワは否定していないが、あなた方の法律で罰することができるような罪をあなた方を犯した上に、アマワはそれを指摘した。その指摘が非常に分析的であるがゆえに、あなた方の罪を非常にアマワは解析できたがゆえに、裁きとこれを呼んでいるに過ぎない。実はそれ以外の行う裁きとは本来呼ばない。罰のことを裁きとも決して本来は呼ばないのだ。ゆえにアマワはあなた方を罰していない。アマワの中にあなた方が入れば、アマワはその部分を裁く。あなた方は罰したと感じるかもしれないが、アマワはアマワの中に入ったものを裁いているだけ。しかしアマワの外に関してはアマワは裁けるも罰せず、しかしあなた方はあなた方を罰するべきだろ。故に罰もそろそろ始めなされ。